熱帯雨林気候の分布図熱帯雨林気候とは、欠片の気候区分における、気候区の一つで熱帯に属する。記号は、AF で A は、熱帯、F は、出順を表す。アリソフの気候区分では、気候帯1から1、赤道大陸性気候及び2から4、東岸性季節風気候そして3から4、海洋性高気圧の静円気候に相当する。赤道直下の島々、 大陸の中西部に分布。年中タウで気温の年角差は少ない。人の背丈から数十メートルの高さまでになる多種類の熱帯生植物がうっそうと茂っており、午後からはスコールと呼ばれる激しい雨が降る。マレーシア、ボルネオ島の熱帯雨林弱い寒気のある熱帯モンスーン気候も含まれることがある。また、最小雨月降水量が60ミリメートル以上という、 条件からこの気候に属する地域の都市、平均降水量は7 2 0ト、mm、ル以上あることになる。主に赤道付近に分布。シンガポールのような大都市もあるが、ほとんどは人口密度の低い地域である。沖縄県の先島諸島の大部分、大東諸島南部が該当する。アジア、太平洋アフリカアメリカ一年中熱帯、中速帯の影響を受けるため、 年間を通して降水量が多い。また太陽高度が年間を通して高いため気温は年中高く年格差が少ない。気温が高いため蒸発量が多く湿度が高い。また雲による遮蔽や高緯度地域に比べて夏も昼間があまり長くならないことなどから日照時間はあまり多くない。昼間を中心に海洋では積乱雲が発達し、 スコールと呼ばれる突風と激しい雨に見舞われることが多い。冷たい空気が降りてくるため、適度な風もあって、スコールの後は涼しくなる。海岸に近いほど海洋性気候の特徴である朝の冷え込みの緩和が現れ比較差は、比較的小さいが、一日を通して気温が高い。年中タウなことから、内陸まで入り組んだ大河川が発達している。河川流域には、 多種多様の常緑紅葉樹が密をなして階層的に広がり、その高さは数十メートルに及ぶ。この地域の森林は熱帯雨林と呼ばれ、特に南米のアマゾン川流域のものはセルバ、それ以外の東南アジアやアフリカのものはジャングルと呼ばれる。この地域の森林では常緑鉱木が見られる。熱帯雨林は二酸化炭素の吸収、酸素の生産、 水分の保養など世界規模の自然環境保全に大きな役割を果たしている。この区の土壌は雨によって溶脱したらとするからなる。これらの土は一般に痩せており、森林が一旦伐採されると日光で土壌が固まり、砂漠化が起こる。また同時に、降水量が多いため土壌流出や侵食が起こりやすくなり、それに伴った洪水や土砂崩れも増加する。 土壌は雨によって溶脱したラトソルや赤色土からなり農業には向かない土地であるが多くの地域で焼き畑農法によるキャッサバやタロイモ、ヤムイモの生産一部ではプランテーションによる天然ゴム、油やし、カカオなどの生産が行われている近年焼き畑などによる森林破壊が問題となっている特に熱帯モンスーン気候に近い地域では寒気の乾燥によって 焼き綿が大規模な森林火災に発展し、長期間にわたって、塩害を受けることがある。熱帯雨林の奥地や太平洋中部の未開の東諸部では、独自の文化や生活が営まれている地域もある。ただ、外から入ってきた資本によって、短期間の後景気がもたらされた後資源不足や、コスト増などの理由で資本が撤退し、経済が破綻して、多額の債務を抱えたり貧困が、 深刻化したりする例もある。また、古くは資源採掘やその他の労働のために原住民が奴隷などとして利用された例もあった。独自のテリトリーを有する原住民と移住者、あるいは隣接する原住民同士の対立なども見られる。ありがとうございます。